Hey, what's up? 山本です。私は今小樽の銭箱に来ております。本日お届けする動画、このチャンネルでは初めてやる試みになっております。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元ベリーガー私山本が旅の情報フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回はこちらに見えておりますセトル Z3 という建物がございまして、ああじゃあホテルかと思った方、違います。こちら実はホテルであったり民泊の施設ではなくて普通の賃貸物件です。こちらの建物すごく特徴があります。なので大人の隠れ家、趣味に費やすお部屋、このような使い方ができるのではないかと思います。今回は内部の様子であったりこの周辺の様子をお届けいたします。お部屋を紹介する前に今回の施設の最寄り駅銭箱駅になっておりますので、銭箱駅から施設までの道のり、こちらを紹介します。歩くとだいたい15分ぐらいで到着いたします。全部で6部屋ございまして、すべてのお部屋1階がシャッター閉まっております。このシャッターの奥にとんでもない秘密が隠されております。今回はこちらの E 号室モデルルームになっておりますね。この中の様子をご案内いたします。まず入ってすぐ階段がございます。なぜ階段があるのかというと、こちらのお部屋の特徴、このスペース見てください。めちゃくちゃ広いですよね。ここにシャッターがあります。車であったりバイクであったりヨットであったり、いろんなものをここに置くことができます。なので大人の趣味、クルーザーだとかそういったのも使えるのではないでしょうか。水回りがあります。ここで調理することもできるみたいなんですよ。通常の賃貸物件のほか1階このスペース、テナントとして利用することもできるみたいです。かなり広いスペースが広がっております。この奥にもスペースがございます。2階どのような空間が広がっているのでしょうか。2階に到着しました。入りましょう。収納の数がえげつない。こんな広々とした収納がございます。なので例えばスニーカー趣味だよという方、ここに数多くのスニーカーを置くこともできますよね。そして隣がポールございます。なのでここに例えば今のような冬の季節ですとコートをかけておく、こういった使い方もできそうですよね。なので本当に広々とした空間使えているなっていう印象がございます。それでは早速中入っていきましょう。玄関スペースもかなり広々作られております。靴を脱いで中に入ってきます。この奥がリビングです。まず入って左側です。ドン、寝室になっております。この寝室の特徴は何といっても収納、見てください。クローゼット、しかもめちゃくちゃ広いんですよ。これわかるかな、広く使うことができます。これ一つの収納です。実はもう一つ収納がございます。それは逆方向です。あちらです。ここにも収納があるんですよ、ね、すごいですよね。なので趣味のものを置くのにもぴったりです。本当に収納が多い。なお今回はモデルルームにつき、あらかじめこのように家具が設置されております。そしてその向かいが化粧室、お手洗いになっております。トイレもシンプルでとても使いやすそうなレイアウトになっております。もちろん最初からシャワートイレが完備されております。その奥がキッチンです。3口のコンロ、魚焼きグリルがございます。そしてもちろん収納もたっぷり、こんだけたっぷりの収納がございますので料理される方も安心ですよね。もちろん上に収納ございます。その他には冷蔵庫スペースです。そしてこのキッチンの後ろ側、洗面台、そして洗濯スペースがございます。見てください、洗濯スペースもものすごい広い。こんな広々とした洗濯機スペースなかなか見たことないですね。そしてここにポールがございますので、例えば来客の際に洗濯物見られたくないなという方、ここにしまっておくのも一つ手かもしれません。その奥、お風呂場です。見てください、お風呂場でございます。
そしてこの奥にリビングがございます。このリビングもなかなかシャレオツです。それでは見ましょう。こちらがリビングです。モデルルームということなので家具もあらかじめ設置されているのが特徴です。リビングもなかなかおしゃれなデザインですよね。もっとおしゃれだなと思ったのがこちらの逆側、ドン、このような感じになっております。昨今テレワークが推奨されておりますので、この空間を使ってテレワークすることも可能ではないでしょうか。この下にはコーヒーマシンが置いてあって、ゴミのスペースもございます。寝室に戻ってまいりました。実はこちらのお部屋、見てわかる通り目の前海です。オーシャンビューです。ただ今冬なので荒れた日本海を見ることができます。海も近いですので海水浴してからここが家、最高ですよね。ここからは海の映像をバックにお届けいたします。今回ご紹介しているセトル Z3、 特徴としてはやはり1階の大きなガレージ、これが一番の特徴ではないかと思います。なので例えば車が趣味の方、そしてこの車の中でもアメ車であったり、かなり大きい車、横幅がある車がお好きな方、この車の保管場所として使うことも可能です。しかもこのガレージ電動シャッターになっておりまして、このガレージの他にも実は屋外に2台車を停めることができます。なのでガレージの中に1台、そして屋外に2台、合計3台1契約につき停めることができまして、実は駐車場代が無料なんですよ。通常駐車場代別途料金かかるのが一般的なんですけども、こちらの施設であれば家賃のみで車を最大3台まで停めることができます。ガレージかなり広く作られておりますので、例えばテントであったりキャンプ用品、他には趣味のもの、こういったものも保管場所として使うことも可能になっております。もちろん通常の賃貸住宅として使うこともできますし、実はテナントとして使用することも可能になっております。ガレージ内に散水栓であったりシンクがございます。保健所からの営業申請、こういったのが降りれば飲食店を開業することも可能になっております。住居以外にも店舗、事務所として使うこともできます。他にはもう別荘、セカンドハウスとして使うこともできる施設になっております。そしてペットも OK です。猫ちゃんもワンちゃんも OK です。なかなかマンションでは飼いづらい大型犬を飼うことができます。他に特徴としては海までものすごく近いです。今回撮影しているのは2月10日だったので真冬です。真冬の海寒いんですけども、真夏になればビーチまで歩いて数分で到着いたします。なのでビーチで遊んでそのまま家に帰ってこれる。最高ですよね。ちなみに今回紹介したのはモデルルームになりまして、このモデルルームの中に置いてある家具、家電、これを利用することも可能ということだったので、詳しくはこちらの管理会社さんの方に問い合わせてみてはいかがでしょうか。いかがでしたか。今回はこちらのセトル Z3 という施設紹介させていただきました。私のチャンネルではホテルレビューであったり飛行機レビューがメインだったので初めての試みでしたが、皆様いかがでしたか。大人の趣味お持ちの方、いいスペースですよね。1階にかなり大きいガレージがございますので、車好きなんだよね、バイク好きなんだよね、あと釣りとかも好きなんだよねといった方、たまらないと思います。そして近くには海水浴場もございますし、海もすぐそこです。釣りが趣味の方いいですよね。いろいろな趣味をお持ちの方にも利用できるような作りになっておりますので、もちろんメインのお部屋としてはいいんですけれども、別宅セカンドハウスという形で使うこともできそうなので、かなりおすすめの物件になっております。今は冬なので泳ぐことはまず無理ですけれども、夏になったら海水浴場目と鼻の先です。部屋からも海が見えます。本当に素晴らしい物件でした。ここ住んでみたいなという方、リンク貼っておきますので、直接こちらの管理会社さんの方にお問い合わせください。今回の動画はこちらのセトル Z3 という小樽銭箱にある賃貸物件紹介させていただきました。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅費は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。 Twitter、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。